皆さん、こんにちはマーティーでは、飲み屋クーボーイ、キングトクです。新型コロナウイルスクラスターの原因がわかりました。確かに、東京都のデパ地下、百貨店でクラスターが多いです。飲食店だけではございません。それです。クラスターが起きやすいとされている、全く起きない場所がまさか起きるとはね、東京梅田飯店も残念ながら休業でしたね。はい。そこで案が出たのは、えー、土日を休業要請として平日営業です、時短営業ですが、私は甘いです 全てにおいて休業が妥当です。スポーツ施設だって全部休業すべきだと思う。ロックダウン方式しなきゃダメでしょ今の東京都、政府、都知事、甘すぎます。考えが甘い。考えられない。その原因、地下で起きやすい原因を言います。換気ができていない。換気にはなっていない。全くなっていないと,とともにもう一つ。感染対策には全くなってません。とともに、エアロノズルが原因です。飛沫の廃。 それが原因でございます。もう考えられないです。これ以上は。はい。というわけで以上です。バイバイ。